今年もまた投打の二刀流で次々と金字塔を打ち立てた。米大リーグの5シーズン目を終えたエンゼルスの大谷翔平選手28、投手で15勝9敗、防御率 2.33、219奪三振、打者では打率2割7分3厘、34本塁打、95打点で11盗塁を決めた。一投手、一打者の成績としても優れているのに、一人で両方というのは超人的だ。ベーブ・ルース以来の2桁勝利、2桁本塁打を高いレベルで成し遂げ、新たな伝説を作った。歴史的な偉業は続いた。ワールドシリーズが始まった1903年以降の大リーグで初めて、一人の選手が同一シーズンに投手の規定投球回数と打者の規定打席をクリア。野球史で誰も想定していなかったようなケースを、メジャーの舞台で日本人選手が実現させた。投げて打って、さらには走ってと躍動。多くのファンを魅了し、驚かせた。そんな大谷の奮闘ぶりを追った、時事通信ロサンゼルス特派員峯岸博之、労使交渉が長引いた影響により、約1ヶ月遅れでキャンプインとなった2022年。大谷は3月中旬、今年最初の記者会見で、全員が健康でフルシーズンを戦うこと。それができれば、プレーオフが見えてくるのかなと思う、と話した。個人としては、しっかり先発ローテーションの一人として投げ抜くこと。その数が増えれば、いい成績が残ると思う、と抱負を語った。結果的に、チームは思うようにいかないシーズンだったが、自身は設定した目標をクリアしたと言えるだろう。大谷ルール導入。今期から大きく変わったのが、通称大谷ルールの導入。先発投手と指名打者 DH を兼務でき、降板後も DH で試合に残れるようになった。投打の二刀流選手のために大リーグ機構 MLB が採用した新ルールだが、実際に活用するのは大谷だけ。個人的にもチーム的にもすごく大きい。たとえ自分が打たれたとしても、その後に打席で取り返すチャンスがあるというのはまた新鮮なところと歓迎した。今は自分しかいないが、この先増えてくれば恩恵を受ける選手が出てくる。幅も広がる。ありがたいなと思ってやらせてもらっている。大リーグ全体にとっても意味のあることだと強調した。ただどこまで試合に出続けられるかは誰にもわからなかった。加えて今季は登板の前日と翌日も DH で出場するケースが目立った。体力的、精神的に厳しい環境での挑戦。それでも怪我などで離脱することはなく、いつしか毎日プレーするのが当たり前に。そして見事に最後まで完走した。開幕投手に光栄。なかなか先が読めないオフを過ごしながら、自主トレーニングを順調にこなし、キャンプからオープン戦まで充実した表情で過ごした。メジャー5年目で初めて開幕投手に指名され、すごく光栄なこと。1戦目を取るか取らないかで流れも変わると思うので、アストロズとの4連戦の頭を取れるように集中してゼロに抑えたいと意気込んだ。4月7日、気合十分で開幕戦のアストロズ戦アナハイムに臨み、5回途中まで投げて1失点で黒星を喫した。結果的に負けたので、そこが全て。それでも初戦から直球の最速は160キロを超えるなど、力強い投球を見せた。打撃で試行錯誤も4月20日のアストロズ戦ヒューストンで6回1安打無失点12奪三振の快投を披露。試合の中で相手打者は何が一番打てないか、反応もそうだけど考えて投げた。強力打線を封じ込み、今季初勝利をマークした。打者としてはシーズン序盤は思うようにいかず、試行錯誤する場面があった。投打の調整が必要な大谷はやるべきことが多く、コンディションも考慮すると試合前に屋外で打撃練習をこなすのは難しい。通常は室内のケージで打ってから試合に臨むが、4月26日の試合前には珍しくバットを持ってグラウンドに。気分転換もそう。本来は打ちたい気持ちがあるけど、なかなかローテーションで回りながら、毎試合 DH で出ながらとなってくると、練習を調整して効率よく回すしかないので、できる範囲で修正に取り組もうとする姿勢があった。
初の満塁本塁打打撃の状態は次第に改善され、5月9日のレイズ戦アナハイムでは自身初の満塁本塁打を含む2打席連続本塁打を放った。どちらも大谷らしい左中間への打球、甘い球は基本的に中堅方向に打てればいいと思っている。調子が悪い時はそういう風にいかないけどと手応えのある連発だった。特に1本目は左投手から逆方向に運ぶアーチ、1番は構え。構えがしっかりした方向で力が伝わっていないとバットがいい軌道に入っていかない。同じように打っていても最初の構えの時点で間違った方に進んでいると良い動きをしても良い結果につながらない。8割5分ぐらい構えで決まると感じている。投球もそうだけど、どういうイメージで打席に立っているかが一番大事。